かつてのパラダイスガレージパラダイスガレージは、かつて、アメリカ合衆国ニューヨークシュマンハッタンクハドソン、スクエア地区のキングストリートにて存在したディスコ。1977年にオープンし、1987年8月22日のクロージングパーティーをもってクローズした。客層は主にゲイの黒人であり、伝説的な DJ、ラリー・レバンがプレイしていた。ラリーは、 幅広い音楽の知識をもとにディスコ、ロック、ヒップホップ、ラテン音楽、ソウル、ファンク、テクノポップなどありと、あらゆる音楽をかけて、一晩中客を踊らせていたが、そのありさまはそこに集う客の熱狂を伴ってほとんど、宗教儀式のようであったと言われている。また、ラリーは独学ながら優れた音響の専門家でもあり、エンジニアのリチャード・ロングと共に、パラダイス・ガラージに、 自らの手で構築したサウンドシステムは大音響でありながら非常にクリアな音でダンスフロアの中央にいても容易に客の間で会話ができたとも伝えられている。多くのニューヨークの DJ がパラダイスガレージとラリーの DJ スタイルに衝撃を受けて DJ の道へと進み現在に至るも史上最高のクラブの一つとして語り継がれている。ラリーが パラダイスガレージでかけていたような音楽や、その進化した形の音楽は、ガラージと呼ばれるが、これは、ハウス音楽や、テクノ音楽に大きな影響を与えた。また、そのサウンドシステムも、その音質の高さから未だに、伝説として語られている。パラダイスガレージという名前は、このディスコがあった建物が、かつて駐車場であったことに由来している。 その様子についてはクラブが失われた今となっては想像や伝聞に頼るしかないがラリーの DJ プレイを録音したものが CD 化されておりかつての熱気を伺うことができるちなみに主な客層であった黒人鉛ではパラダイスがラージと発音するありがとうございます